プラン自体はね、まだまだ非常に甘いけれども、君自身の考えていることが、本当に、あなたの口から出てくるような言葉で、まあ、あるならば、1000万円自分一人で出そうと思っていますよ。この会社の内定を蹴って、この業界に飛び込んでくる勇気がある。そうですね。この会社の内定を蹴って、この業界に飛び込んでくる勇気がある。そうですね。多少時間をいただいてもいいですか。どうぞ。集中させてください。申し訳ありません。ちょっとね、ちょっと考えられない。岩井社長がそこまでおっしゃっていただいて、これ以上考えてるってことを僕は考えられない。でも何が成立したら、はい、もうそっちの内定はすぐにでもお断りするんですか。そうですね、学校推薦をいただいている関係でいけない、そちらの教育業界に飛び込めないという理由もあるんです。ん、学校推薦、学校推薦で今内定をもらってる会社に、内定もらったんだね、はい、だったらさ断れないじゃん。もともと断ると収集手段は使わないんですけども、これはですね、言ってはいけないかもしれませんけれども、まずは、経営を、立ち上げますね。もしもマネが出た場合、立ち上げまして、半年後には、就職しなければならない。で、半年就職してですね、ある程度の期間で、退社すれば学校側に傷つかないわけです。そうなんだ。とりあえず二足のわらじを変えて、ですけども、でもそれはあくまでごまかしだからね。でもこれ一瞬だけならやめたらいいね。あんたさ、それさ、社会人としておかしいだろ。何だそれ。言ってはならないことだって。言ってはならないことだって、しちゃならないことなんだよ。しちゃならないこと。君は何をしてるのかわけが分かんなくなってきたよ、本当に。だからさっきからね、よし一番最初に言ったようにね、点数を上げるためですか、人間性を作るためですか、逆に言うとね、そんな考えの人から教えてもらったらそんな人間育っちゃう。ちょっときついこと言うけどね、ものすごく頭のいい子供だ。大人じゃない。社会人でもない。ね、社会も経験してない。働いてお金を得たこともない。人を教育したこともない。ね、塾に行ってた、経験した、何ヶ月の経験ですか、何年の経験ですか、はい、そんなものが学校の先生、塾の先生、1たす1を教えることはできるでしょう。しかし、あなたが言うように人間形成を教えることは絶対できないの。はい。堀内、社長の言うことは正しいです。私はですね、まだやる権利はありません。アマチュアの人間でですね、おっしゃった通りで、やる権利はありません。この学習塾